渡辺啓希渡辺啓希は、日本の政治学者、帝京大学法学部教授、東京外国語大学名誉教授。専門は、ヨーロッパ国際関係論、フランス政治、外交、ヨーロッパ外交史、米王同盟論。福岡県出身1978年、東京外国語大学外国語学部、フランス語学科卒業。 1980年度、大学院地域研究研究科修士課程修了。1983年、慶應義塾大学大学院法学、研究科博士課程他人取得大学。1986年、パリ第一大学現代、国際関係士専攻博士課程修了。1981年から1989年。 財団法人世界経済庁酒井研究院。1982年から1983年財団法人アジア。太平洋研究会研究員、1984年から1986年。財団法人平和安全保障研究所プログラム。フェロー1989年京都外国語。大学外国語学部専任講師。1993年。助教授。 1995年、東京外国語大学外国語学部助教授、1999年、教授、2010年度総合国際学研究院、国際社会部門教授2008年から2010年外務省に、出向、在仏日本国大使館広報文化担当講師、2011年から2017年、東京外国語大学国際関係研究所所長、 2019年3月東京外国語、大学定年退職、同大学名誉教授、2019年4月、帝京大学法学部教授1999年、3から5月高等研究大学院客員教授、2002年から2003年、ジョージ・ワシントン大学シグールアジア研究センター、客員教授2005年9の10月リオン高等市範 大学校客員教授2015年3月ボルドー、政治学院客員教授。2004年から2008年日仏政治学会理事長2005年、国際関係史学会日本代表理事、副理事長2016年から2020年グローバルガバナンス、学会,会会長2021年、国際歴史学会議理事その他、日本国際政治学会、日本 EU 学会、 比較政治学会、国際政治社会学会などの理事を歴任。2001年から2009年不都合機関誌、カジェズ18本編集委員長2001年から2012年ウェゴ誌、ジャパニエコー編集委員2013年、ディスカスジャパン編集委員2002年制作、研究フォーラム理事2010年平和、安全保障研究所表議員 監査2010年から2011年各月間雑誌、外交編集委員長2011年から2020年、人事委員国家公務員総合職試験専門委員2012年、日仏知的交流、グローバル、プレイヤーとしての日仏協力実行委員会代表、2015年、日仏会館評議員、笹川日仏財団理事2017年、公益財団法人、 後藤清子、ポールブルダリガン基金協会理事2017年、日本国際フォーラム上席研究員、19年から21年、表議員、21年理事、現代日本人名録2002年。ありがとうございます。